皆様おはようございます。ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今日は2023年8月11日金曜日になります。我が家は今日から夏休みがスタートします。台風が来ているので、どのような形になるか分かりませんが、今日は初日としてはこのシートですね、レガードネオプラスの助手席と運転席のシートをレカロシートに変更してもらいます。今日はものすごい嬉しそうな顔してますけど、今日は、その設置するところも、見学できるということ、撮影できるということなので、記念に撮っておきたいなというふうに思っています。今このサングラスをかけてますけれども、前回の動画でお知らせしたようにメガネが壊れてしまって、これしか、どっつきのサングラスしか今見えるメガネがないので、ちょっといつもと変わってますがご了承ください。それでは行ってきます。今から作業していただいています。まずは運転席からになります。運転席が取りました。乗り降りのことを考えてエルゴメド D からエルゴメド MV に変更しました。すでにレールはついてます。ここやりにくいよね、この場所は。あで、その時にここの下のところにレールがそれぞれ別の組み合わせでついてるので、ちょっとずれてたりとかすると右と左が同じタイミングでカチャンとロックしてくれる。そうなんです。そのロックを一応確認してました。で、今は左右一緒のタイミングでロックしてたんで、まあ大丈夫かな。これが違う音、ずれの音が出ちゃうと一回この辺のレール、ボルトを外して。ああ大変なんだ。すごいね。成功。成功。ありがとうございます。もう一回また座ってごらん、今せっかくだから。このカバーいらないじゃん。もうあなたが座るの。ぴったり後ろにつけてだよ。ぴったり。ついてるよ。ついてる。全然違う。それ、寝かせすぎじゃない？寝かせすぎだな。そうそう。寝かせすぎだよ。全然。このぐらいの方がいい。これぐらいで。助手席のノーマルシートを今度取り外します。この作業はご覧いただいているように、座面を持ち上げて裏からの作業になります。エンジンが下にありますから結構この部分で熱くなっているので作業も大変だったと思います。奥の方のネジを外すというのも結構大変な作業です。コンソールボックスも、手の届きにくいところにネジがあるのでこちらの取り外しもとても大変そうでした。こっち側に寄せるからさ、だからこれと合わせるためなんじゃない？台。もしかしたら。そっか、だから、だからそっち側のレールが高くなっちゃう。高くなるんだよ。だからここに座る感じなんだ。多分。ね。はい、助手席取れました。すごいね、大丈夫ですか？暑さ
あの水分補給とか大丈夫ですか？まだ大丈夫、これが助手席取れた状態になります。こんな感じです。やっぱすごい へっこんでるんだね。なあ、こんなに違うもんなんだね。これが、助手席のレールになって、穴の位置は一応最初確認で置いていただいたら合ってるようです。でも結構高いね、ここ。これからあの高さに乗りますからね。え、この高さ乗るんだね。本当だ。シートを運び入れる前に助手席のシートベルトの位置を合わせているようです。先ほど見たレールにあらかじめシートを取り付けた状態のものを設置するようです。これってこのシートベルトのこの向きってこっちの向きでいいんですか？こっちの向きしかならないんですよ。あ、ならないんだ、はい。それ自体は問題ないの？ボディ側に擦れちゃって、まあ、はまればいいんですよね、きっと。こういう感じで使ってもらう。あ、逆にね、あ、自分でひねるのね。はい、こっちから。でも私は頭当たらなかった感じですけどね。当たる？当たる？当たる。あの、どこ？跳ね上げた時。うん、普通にした時に。まあ普通の座る位置で、それスライドないですから、やっぱギリギリなんだ。あ、多分バナーとか7F、あの辺だとエレクセフだと。そうですよね。本当はエレクセフにしようと思ったんですけど、そこ当たるってやっぱ言われたんで、でもこんな寝かせることないもんね。うん、あのふんぞり回転乗ってたら怒られそうだから。何が？あのキャンピングカー種類によって結構違うんですよ。あ、そうそうそう、レガードはちょっとここはね、違うかもしれない。ここはあるタイプなんですね。前のは見てたけど目線が結構上がっちゃって前が見づらいっていう。あ、まあ、助手席前見ないがいいですよって言われたんで。あ、私も助手席寝ていたいんですけど寝たら怒られるんで。誰の車じゃい。で、私助手席いらないって言ったんだけど、自分が助手席に乗るときに嫌だからつけろって言う。ね、知っちゃうと。でもそうですよ、ね、私本当に失礼なんですけど、この間座っても全然良さが分からなかった。あの今までのやつとあんまり良さが分からなかった。大丈夫なさ、逆に羨ましいです。僕はもうレガードしちゃってるんで、うん、もう純正シート逆に副車でも変えないと。痛くなっちゃうんで、まあ、やっぱりね。全然腰は全然丈夫なんで。知らなきゃそのままで。そうなんですよ。なんかもったいないってみんなに言われて、価値がわからないやつが乗ってはもったいないとか。逆に何乗っても合うってことは逆に楽はないですけどね。ただ鈍感なだけかもしれないけど。これね、一つはなんか奥に差し込まれてたけど、はい、一つだけここに残ってるけど、これはこのままでいいのかな？いらない。ダメだよ、車検で引っかかっちゃう。ちゃんとやってるんだ。
検査した時にならないとか検査した時にピーピー言わない。あんのかなそんなこと。わかんない。今まであんまり意識してなかったけど。もともとのシートに直結してつながってたものなんですね、はい、あだからレガルにはついてないんだその、うん、ケーブルつなぐためのケーブルはレガルのこちらの、まあ、そっちにあるんですけど、ええ、結構椅子の裏のところで、まあ、あ何ていうって言ったら俺が最初になってたそんな線とつなぐっていうようなイメージになると思います。レガルシートを設置し終えた後お店の方の方から記念に撮影をさせてほしいという依頼がありましたので撮っていただきました。撮っていただいた写真は ASM 横浜さんのレカロのブログという場所に写真が掲載されています。我が家で帰宅した後覗いてみたところ、もう早速写真が掲載されていましたので、もしよろしかったらそちらの方もご覧ください。車検の1ヶ月ぐらい前になりましたら、うん、車検をお願いする整備工場さんの方にちょっと1回行っていただいて、うん、で整備工場さんの方からレカロコースというところにご連絡していただいて、その際にシートレールとシートの製造番号をお伝えいただければ整備工場さんに直接強度証明書が発行されます。で運転席はそちらで、うん、助手席側なんですけど、うん、河合製作所さんというところのトレードになって、ジェイドの人なんですね、うん、この後、先ほどお取り付けしたメカニックの方が、製造番号も記載させていただくので、はがきが入ってるんですよ、証明書を申請するように、うん、そちらを服部様の方から、河合さんの方にお送りいただければ、うん、こういう輸送されてきます、うん、でそれを、車検の時に渡せばいいの？渡せば大丈夫です。あ、そういうことなんですね。でシートの方は、助手席のシートの方は、こちらレカロさんなの？運転席がレカロですね。運転席は助手席のシートレール、あ、運転席のシートレールがレカロさんなので、ここからちゃって、うん、でシート自体の証明書もいるって言われたんだけど、シート自体は聞いたんですよ。そしたらシートの方の、シリアルナンバーとかちゃんといるって言われたんですね、はい、そうですね、レカロコールさんもご連絡いただいた時に一緒にお伝えいただければ、うん、シート単体でも出してくれる時もあるんですけど、うん、それってなんか保証書みたいなものってもらえるんですよ。要するに今日お渡しさせていただくので、そちらに製造番号全部記載します。あ、分かりました。それがあれば大丈夫です。それがあれば大丈夫です。はい、分かりました。でちょっとこの後ですね、もう一回こちらがそうなんですけど、まずこれが河合さんの写真なんです。このシリアルナンバーがこの後記入させていただくので、うん、じゃあやってもらえればね、はい、一応ですね、こちらの方にこのシートの保証書のところに業務証明書類に関する記載がここに書いてあるので、はい、はい、これが整備工場さんからご連絡いただければ大丈夫です、うん、はい、わかりました。はい、はい、乗り降りのことを考えてエルゴメド D からエルゴメド MV に変更したことによって価格が少し高くなって、お支払いの総額は465,300円でした。今レカロシートの方をつけて帰るところになります。現在私は助手席に乗っていますが、8センチぐらい高くなってるんですね、座高が、座面がか、
なんで、足が下についていないチューブラリスの状態になっています。それでこれから、踏み台を購入しに行きたいと思っております。今回は、設置の部分だけの動画になりますが、いかがでしたでしょうか。今日の夜これから長野の方に向かって、出発しますので、3時間ほど、このキャンピングカーで走行する形になります。その、使ってみた具合はまた後ほど、お伝えしたいなというふうに思っております、ね、という感じです。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いできることを楽しみにいたしております。ありがとうございました。